はいどうも、アキです。パワープロアプリやっていきます。はい、今回はこちら、チャレンジスタジアムの祝賀会ガチャ引いていきましょう。はい、で、次回のチャレンジスタジアムについての初心者解説動画は、この動画の右上アイっていうところですね、カードのところと、あとは概要欄の方にね貼っておきますので、そちらの方ご参考いただければと思います。で、こちらのガチャに関しては、まあピックアップの基準も正直これよく分かんなかったんですけど、まあアンダー製造機と、芸術的流し打ちで、まああとはその流し打ちをうんって感じですよね。小平と中之島は本当流し打ち要素しかなくて、だったら騎馬妹とかピックアップしてくれたら嬉しかったのになぁと、まあ、思う秋ではあるんですけど、まあマネージャーは一体みたいな規定があるのかな、割と。はい、と思います。正直あんまり美味しいガチャではないと思うので、引くか引かないかはあなた次第、やっていきましょう。はい、まあけど僕はね本当に小平中之島持ってなくて、この二人の上限解放本当に今進めたいんで、まあ PR 以上は1枚確定なんでね、そこも含めて美味しいかなと思います。というわけでやっていきましょう。はい、いきます。いやー、佐久間もね45で試合経験点っていうのと、小筆はあとプラ1できたらあれですね、42到達ということで、さあどっちが出る。うわ、そしたら中之島の PR っていうね、この渋い結果よ。くー。で、特に動画的に見せ場を作れるような、上限解放のやつもなし。はい、もう本当に渋いです。このガチャはね本当に僕はおすすめしません、引くこと。はい、なのに自分は引いていくスタイル、やっていきましょう。というわけで今回もねご視聴いただきありがとうございました。無課金および美課金およびなんだ、初心者の方はこのガチャは引かないようにしましょう。はい、そうですね、まあチャレスタの初心者解説動画の方でもお話ししているとは思うんですけど、別に自前で何かしら持ってなくても今回はある程度のボーナスがつけれますので、フレンドさんにね、騎馬妹だったりをお借りすればそれなりのボーナスになるかなとは個人的に思っております。はい、頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方ぜひぜひお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画ご覧ください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオース。